で、まずいね、これね。もうちょっとで10時になっちゃうから、まずいって。あー、やばい。もうワイトも徘徊し始まってるな。いや、だからさ、だからダメなんだって。え、なんだ？銃声？誰か戦ってる？おーおー、銃声？おーおーおー。なんだ？人？なんだなんだ？誰だ誰だ誰だ？加勢する！やめろ！なんだなんだ？え、なになに？なに？姉さんかっこいいね。どけどけ、姉さん、姉さんに触れさせねえぜ。あ、あ、姉さん大丈夫？姉さん。よし。お、つえー！おいてー！私が死にそう。姉さん、助けて。やばい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 。ちょっと。すんごいゾンビが群がってたのに悠長に話してたな、あの人。待って待って、ラッパ銃確かもう一丁あったよね。いや、姉さん心配だから夜とか行ってる場合じゃないわ。じゃあお前どけ、私のバックパックと姉さんを取りに行くんだ。暗い近距離ショットガン、おっしゃー、バカめ。あ、まだ戦ってる姉さん。よし、まずは目光ってないね。よし、フェラル化してなければこっちのもんだ。あ、こっちのもんじゃないかも。スタミナ回復で一旦下がる。よし、ナイス。あれ、ゾンビがそこにいるっていうことは、姉さん死んだ、もしかして。あれ、しかもそれ私のバッグじゃないっていうことは姉さんのバッグか。かー、助けられなかった、助けられなかったよ、姉さんを。あー、姉さん、あれ、ちょっと話しかけられそうだったんだよね。くっそー、救えなかった。いやー、昨日はひどい目にあったね。あーと、すごく仲良くなれそうな人だったんですけどね。あんまり後ろばかりも向いてられないので、ちょっとお墓は作ろう、あのお姉さんの。うん、遺品も預かってるから。あ、やばい、遺品売ったかも、私。あれ？よし、そしたらここにお墓建てよう。うん。遺品はないけど。うん。ちょっと思ってたのと違うけど、ここで弔わせていただきます。あなたみたいなサバイバーが生まれないように、私も早く強くなってまたみんなを助けられるように頑張りたいと思います。姉さん、安らかに休んでください。それでもう6日目なので、フェラルフォードの準備をやっていかなきゃいけないんですけど、その前にこの間から言っていたコンプリーティングユアジャーナルのクエストのうち、ウォーターフィルテーションユニットっていうのを作りなさいっていうのが出てきたんですね。で、もしかしたらこれを作ると飲み物問題が解決するんじゃないかと思っていて、というのもですね、水なんですけど、普通の水ブロックで瓶とかを使って水を汲むと感染リスク 100% のやばいやつが取れるんですよ。で、これをさらに石炭とかを使って汚水にしていかなきゃいけないっていう工程があるんですけど、今私が持っている設備でこの汚水を作るっていうことはできないんですね。なので、さっきのウォーターフィルターユニットっていうやつでこれができる可能性があるので、水問題をね、先に解決してしまいたいと思います。それじゃあ設置します、ドン、イエーイ。で、ああ、やっぱり
来た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 。よし、これで水不足問題解決だね。水ブロックさえあれば普通にお湯が飲めるよ。あとはこの秋のキリン草茶を作れるといいんだけど、あー、これコーヒーメーカーから作れるんだ。コーヒーメーカーって確かね、キッチンのコーヒーを解体すると取れますみたいなことをコメントで教えてもらっていて、ちょっとやってみるか。あったあった、コーヒーメーカー。これ解体したら出てくるとかじゃない？起きたー、取れた、コーヒーメーカー。よし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 。おお、電子レンジも取れた。マイクロウェーブ。あ、あとトースターは？おお、トースターも取れた。マジか。ちょっといろいろできそうだね。早く見てみよう、見てみよう。じゃあこれを強化して、コーヒー設置。おお、やったこれは熱いぞ。こうやってコーヒーとか作るんだ。秋のキリン草もこれで作れるね。よし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 。よし、じゃあとりあえず今秋のキリン草を持ってなかったんで紅茶の方を作っていこうと思うんですけど、紅茶とか秋のキリン草を作っていくためにはさっきのお湯を作るとともに、このターニングラックっていうなめし台のところで粉末にする必要があるみたいです。で、この粉末にしたやつをクラフトすれば紅茶の出来上がりっていうね。よし、できた。で、ここまで加工すると赤痢がなくなるんで、ちゃんとお湯に味をつけた方がいいんだね、これね。お湯のまま飲むと赤痢の可能性があるから。よし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 。じゃあこれでね、水不足とあと食料問題もいざとなったら、ほら虫を食べればいいから、これでほぼほぼ食料水問題は解決ね。あとレベルがもう一個上がれば作業台が作れるので、またクエストをやってもうちょっとだけ武器をギリギリまで探してね、やっていきましょう。で、レイブンのクエストって隠された補給品とかゾンビ一掃とかの他になんか英語で書いてあるクエストがいくつかあって、今一番近いのがプペアリングトゥサバイブっていうことで、生き残る準備かなっていうクエストがあるので、これ受けてみましょうかね。あ、でも回収クエストなのか、貨物を回収する、何がいるかわからん、油断するな、なんかあれそんな名前だったっけ、いつもなんか心配になってきたな。あー、ここの建物か。私一回クエストで、普通のゾンビ一掃クエストでやったことありますね。よし、じゃあお邪魔します。ここ高確率でヘビがいるから嫌なんだよね。今回もいるんじゃない？ほら、いたよ、いた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 。よーし、わあお前ふざけんな、マジでいいケツしてんなよし、補給品回収終わった。なんだろう、全然ね、普通の補給品回収と変わらなかったね。何だったんだ。よし、お、何これ、レインキャッチャースキマティック。お、レインキャッチャー、へー、っていうことは、私レイムは見たことないんだけど、他のモッドでレインキャッチャー使ってるの見たことあるな。農作物育てるのに水必要そうだね。よし、そしたらね、レベルが上がったんで例の上げていきましょうか。修理屋さん購入てい。よし、じゃあ作業台クラフトします。3分間、いや待ち遠しいね。待ちましょう待ちましょう。ちなみに作業台さ、クラフトするものが1ページじゃ収まりきてなかったみたいで、全部で8種類クラフトが必要だったこれがレイブンハーストよ。じゃあと作業台待ってる間にやろうぜ、隠された補給品を。え、犬？犬の鳴き声？いやー、こっちに向かってきてるよね。あ、私の方に来んのかよ。やめて。あ、まずい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 、ふざけてらんないふざけてらんない。おい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 、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って待って、この犬かよくわからんやつめ、覚えとけよマジで。え、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、なんか犬の音がする。ちょ
やばいやばい、ちょっと待って、この打鍵がちょちょいちょいちょい、どっから出てきたの。いや、穴掘りクエスト前にやめてほしいよね。場所が悪いって。ちょっと待って。ちょっと、ちょちょい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 。穴掘りクエストむず。よし、じゃあできたね、作業台ね。よし、設置していきましょう。設置。じゃん。よし。ふぅ、これで普通の、なんかいろいろ早速作れるね。なんだこれね。よし、じゃあなんだかんだね、周りの周辺設備を整えるだけで1日になってしまったね。じゃあ残り時間はフェラルフォードに全部使って、生き残ることを目標にね、やっていきましょう。じゃあ今日の動画はここまでにします。お疲れ様でした。またね。